どうもこんにちは。今回は、普通にポケカで遊んでいきます。お、なんだ。急にひねりもない企画だな。いやー、これまでポケカの動画を何本か出してきたのですが、ちゃんと遊んだこと、なかったなぁと思って。あー確かに、クイズのカード紹介ばっかりだったな。ということで今回の企画は、普通に遊びつつ、ポケカの遊び方を教える。題して、クイズ教が教える、ポケカの正しい遊び方。おお、たまにはそういう企画もいいんじゃないか。前半だけいらないけどな。ということで早速準備していきましょう。そうだな。ところで上のテロップはいらないよ。あ、ちなみに対戦相手の方は、自分で分身を用意しましょう。友達とかいないの？いないよ。何だっけよ。そしたら、デッキの方を出していきますね。デッキは、基本的に60枚のカードで構成される。強いカードはもちろんのこと、好きなカードを入れてもよし、最もプレイヤーの個性が出る部分だ。今回使っていくデッキは、こちらになります。え、なんか薄くね？これお前、絶対カード足りてないだろ。そうでしょうか？体力的にこれが限界だと思うのですが。体力？ポケカにそんなスポーツ的要素あったっけ？あ、分身用のデッキも用意しておきますね。こっちも薄い。お前本当にポケカする気ある？いや、ちゃんとポケカしますよ。そうか。そしたら次は、サイドに6枚カード。これで準備完了。は？デッキの一番上のカードを、レッツゴーイーブイの掛け声とともにバトル場に出して。ちょっと待て。このカードへの思いをかけましょう。お前マジで何しようと。レッツゴーイーブイ。カヤドリキャラ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 カスペシャルカードセットパックに収録されていたカードですね。どっちも可愛い。はいはい、わかった。それじゃあ、2回戦に参りましょう。いや、もうお腹いっぱいだよ。てか流れ的に次に出てくるカードの予想。レッツゴー。イブイ。マジでなんか知りたくない。次にもあるのと、今までのことは何かしらと思う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 と、今までのことということで、お察しの通り V スターです。いや、しれっと解説に入ってるけど、先にいろいろ突っ込ませて。分身の発狂があまりにも平安だったし、発狂が平安ってなんだよ。サンダースさんのノリ突っ込みが、いとおかし。やかましい。ちなみにリーフィアの方は、売り切れててシングルで買ったのですが、グレイシアの方は、奇跡的に残っててパックごと買いました。やいやい、売れ残ってやんの。リーフィアの方が人気ないから生産数少なかったんじゃない？あいつが何だあ、もう喧嘩すんな喧嘩すんな。ちなみに入っていた8パックの結果はこんな感じ、どうでもいいですね。レイズ以外に興味がなさすぎる。さて、それじゃあ今回の最後、3回戦やっていきましょう。今回、リーフィアとグレイシアの V スターを紹介する動画だろ？他に出すカードあるのか？ふ、実は最後に、とんでもない大物を隠していました。大物。正直リーフィアとグレイシアは前座です。あ、切れそう。というわけで、最後に紹介するカードはこちら、レッツゴー。イブイ。なんだ、急に見慣れないカードが出てきたぞ。ふふ、では解説しましょう。こちらは、ブースターとブラッキーのデルタ種というカードです。デルタ種？デルタ種というのは、昔のポケカにあったカードの種類の一つ。通常のタイプに加え、特殊なタイプを複合しているのが特徴です。ブースターとブラッキーは、鋼タイプを搭載しています。お、本当だ。炎鋼タイプって書いてあるな。炎鋼タイプ。ゴキブリじゃん。謝れブースターとヒートランに。ちなみにこのカードの初出は2005年、今から17年前ですね。めちゃくちゃ古いじゃないか。そんな貴重なカード、どうやって手に入れたんだ？それがなんと、フォロワーさんに譲っていただきました。いいのか。本当に貴重なカードだぞ。その辺も確認した上で、それでも譲っていただけるとのことでしたので受け取らせていただきました。フォロワーのローミヤさん、本当にありがとうございます。これは本当に大事にしなきゃだな。合わせていただいた手紙とともに、加工にさせていただきます。ということで本日は、6枚のカードを紹介しました。最新のものにも昔のカードにも、それぞれの良さがあるからポケカはやめられないな。今後もVSのカードを集めていきたいと思います。ということで、今回はここまで。ここまでのご視聴、ありがとうございました。最後の最後に持ってきやがった。